はい、いつもありがとうございます。劇団大樹公式チャンネル、劇団大樹の川野誠一です。いつもありがとうございます。はい、今日はですね、いよいよ真打ちの登場でございます。真打ち、真打ちですよ。この劇団大樹姫ごとの演出を担当してくださっているザ・篠原ステージングの篠原明夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、最終稽古が終わった直後なんですけども、はい、まあ、全稽古日程を消化して、まあ、いよいよこれからまあ劇場に入るんですね。はい、もう今実はちょっと稽古場少しずつもう撤収作業に入ってるんですけれども、うん、まあ、今回劇団大樹初参加でなかなかの対策だったと思うんですけど、ね、どうですか、やり終えて。疲れた。ね、すいません、疲れましたよね。1日稽古がもう2週間じゃそうですね。でもね、稽古スケジュールも組んだんですけど、はい、篠原さんに、いや、こんなに入れても大丈夫なんですかって聞いたんですよ、一回。どうして休む必要があるのって言われたんです言われたんですよ、はいはいはい、だから多分自ら招いた。しかもそれで睡眠時間は確保できてますっていう、すごいバイタリティとスケジューリングですよね。時間管理のプロなのでね。まあ、いよいよもう明日は小屋入りですけど、うん、まあ、ね、ちょっとこういうのは演出家に聞くのもちょっと聞きづらいんですけど、はい、劇団大樹姫ごと、うん、今どんな感じの仕上がりですかね。いや、すごい面白いと思いますよ。最初に言われたので、はいはいはい、脚本がさらっとしている、引っかかりをいっぱい作っていきたい。そうなんです、はいはい、って言われて、はい、だからね、すごい勉強になった。あ、そうですか。柴原さんが勉強になったから、うん、いやいや恐縮です。僕脚本も書くんですけど。そうですよね、はい、いかに引っかかりを作るかっていうなので。そうなんですよ。だからやっぱり物語は物語としてあるんですけど、うん、やっぱその中のドラマを作り出すのは登場人物たちなので、うん、そこをどうこう掘り下げていくか見つけていくかっていうので、ね、まあ、篠原さん筆頭にもう本当キャストをみんなで取り組んだ、まあ、この1ヶ月だったんですけど、でもね、一昨日ぐらいの稽古の通しが終わった後に、うん、いやー見応えがあるねって言ってくださったんですよ、うん、あれはね、やっぱ劇団主催として嬉しかったですよ、やっぱり。いや、見応えありましたよ、見応え。ありがとうございます、はい、本当にちょっとね、かなりこう内面的なお芝居の要素がすごく強い、しかも会話劇なので、やっぱりそこと向き合うのに本当にもうみんなちょっと苦労してるんです。さっきね、はい、僕はちょっと疲れたって言ったけど、はい、役者さんの疲れ方は僕の日じゃないと思う。いやいやいや、まあ篠原さんはね、俳優もやってた時期があるから役者のね、ことも分かるんでしょうけど、いや、僕は俳優はもう本当におまけだけなので、はい、もういやいややってたのが何ステージかあるだけなので。でもあれなんですよ、稽古場でちょっとここね、こういう感じなんですよって見せてくれる時があるんですけど、あの芝居ね、なかなかね、面白いんです。面白いんですよ。だから割とね、はい、ベテラン俳優さんから嫌われるんですよ、はい、お、そうなんですか、うん、はい、お前ね、そういう面白いことやると俺たちできないんだから勘弁してくれよって。あ、逆にそっちの方でね。 あとね、まだやっぱりちょっとこう細部をこう詰めていかなきゃいけない部分はやっぱりどうしてもあるんですけど、やっぱまあ僕ら出演者としてはもうここまで稽古をやってきた稽古を信じて、あとはその、まあ、照明であったりとか音楽であったりとか舞台美術であったりとか、まあ、そういったものの中に身を置いた時にまたこう生まれるであろう変化っていうものをこう新鮮に感じながら舞台に立てたらいいなって思いますね。そう、僕ね、普段ね、暗幕芝居って言って、はい、もう全方向暗幕、もう黒以外のものは何もないっていう世界で芝居してるので、そうなんですね、はい、今回のね、はい、美術はね、はい、楽しみでな。いや、ほんとね、長戸薫さんの舞台装置と横井公園さんの花美術、まあ、これが劇団大樹の世界観を作ってるんですけど、僕はね、実はずっと言ってるのが、物語よりも世界をっていうコンセプトを持ってるんですよ。かっこいい詩人だね。いやいやいや、やっぱ
芝居だけやってると、やっぱりこう台本を立ち上げるっていうことにこう、うん、目線が行きがちで、どうしてもその役者の世界にこうなりがちな演劇が多いなって、まあ、いや篠原さんがそうじゃなくてちょっとそういう演劇が多いなと思ってるんです。僕絵が好きで、なんかその一枚の絵とお客様が向き合っていて、その絵の中に描かれている人物たちがたまたま動き出して物語を展開させてるみたいな、この絵がね、そうなんです。この間ね、あの、僕も最初に一枚の絵のようなって言われて、その一枚の絵がシャガール、僕はまあシャガール好きだからっていうのはあるんですけど、僕の一枚の絵が想像したのがモネだったんですよね。もうね、一枚の絵って言われて発注されたのが全然違うところ。いやまあそれは僕の好みもあるんですけど、要するに絵ってこう1対1の関係性じゃないですか、やっぱりなんかそういう演劇がいいなと思ってて、1対大勢じゃなくて、なんか1枚の絵を眺めるようにお客様が演劇を楽しめることができたらいいなと。だからやっぱりあの最近あの、まあ、舞台装置結構作らない劇団も増えてきましたけど、やっぱりその劇場空間っていうものをいかにこう異世界にできるかっていう、まあ、ディズニーランドじゃないんですけど、リアルダッシュって僕が勝手言ってるんですけど、本物ではないんだけど本物以上にリアルな空間みたいなのがあると思うんですよ。まあ、あのそんなわけで、まあ、劇場に入るんですけど、はい、じゃあちょっと最後にね、こう皆さんにもずっと聞いてきたんですけど、篠原明生さんにとって秘め事とは。これね、ちょっとこれパンフレットにも書いたんですよ、はいはい、秘め事とは商売ネタ。そう、あのね、はい、僕秘め事ないんですよ。書いてましたね。そう、はい、あのね、秘め事って面白いじゃないですか。まあ人のね、そういう、ね、だからこう人に言えない自分のことは脚本に書いちゃうし、恥ずかしい話は講演家として演目にしてしまうし。なるほどなるほど。あれ、秘め事を持つっていう、そういうなんか繊細な感覚が欲しいな。あ、逆にね、もうチブをさらけ出しすぎちゃって、秘めてるものがないみたいな、うん、じゃああれなんですか、じゃあちょっと今裸になっていただけますかって言ってそれはないです。いや、やらせませんけどそうで、まあ確かにそうですね、篠原さんみたいなこうポジションの感覚だと確かに、まあ、僕たち役者もそうですけど、やっぱりこうチブをさらしてなんぼ、恥をさらしてなんぼっていうか、もうやっぱり全部を出すまあ、感覚はありますもんね。いやいや、まあ、そんな感じで、まあ、稽古も終わりました、はい。まあ、本当にあのこれから劇場に入って、今度はまあ本当に舞台空間作りの中、まあ、舞台空間の中で今度芝居をこう立ち上げていくっていう作業に入るんですけど、はい、まあ、ちょっとお疲れが出ませんように、はい、最後まで、はい、まだね、まだ1週間ありますから、はいはい、まあ、本当に皆様もまだね、お席もたくさんありますので、ぜひご予約のほどを、はい、篠原明生さん扱いで、ぜひたくさんお待ちしております。していただければと思います。ここまでね、ちょっと抜けないですねはい、じゃあちょっと皆さん入ってきてください。では、劇団大樹第15回本公演秘め事、12月の14日から18日まで、小劇場テアトルラポーで上演をしております。劇場で皆様のご来場をお待ちしております。